はい、皆さんこんにちは。今日はですね、見ての通りお正月のセリ市が明日あるので、前日のね、先取りに行ってきました。皆さん、これ若松ですよ。お正月のね、花飾りや僕は門松に使うんですけど、めちゃくちゃ綺麗だと思いませんか？普通のね、自然に生えている松と違って、これはね、お手入れされた松です。正月のね、この日のために1年間出番を待った松ちゃんたちです。こちらはね、金銀赤とね、飾り物なんですけど、今回僕が取った商品です。くるくる金ちゃん。普通はね、門松にこういうの入れないんですけど、僕はたっぷり入れます。生け花みたいな門松をね、作るので、こういう綺麗な材料が必要なんです。松だけで1200本ありますよ。そしてこれはね、南天の実です。実をたくさんつけて縁起を良くします。これもね、生産者が作ってるんですよ。鳥にね、食べられないように大変だと思います。違う食べ物みたいですね。こんな感じでですね、お正月もの明日一日だけです。松やね、南天、梅、飾り物たくさん出ますけど、これでもですね、10年前に比べるともう品物が半分以下になってきました。なのでね、だいたい明日朝競りで取るんですけど、もう取れないから、僕はね、ちょっと高く出しても先に前日取ってしまいます。なかなかね、見ない風景だから珍しいでしょう。これは梅です。苔梅ちゃん、見てください。びっしり苔がついているでしょう。わ、汚いと思うかもしれませんけど、苔がつくほどね、長く生きていたということで、縁起物にとってもいい感じで使われます。こちらにも苔梅ちゃんがありますね。あ、見てください、つぼみがね、ついてますよ。熊本はあったかい時があるので、うまくいけば門松を立てている時にね、花が咲く時もあります。五葉松もかっこいいですよね。はい、こんな感じでね、門松の材料徐々に揃ってきました。来週ぐらいからはね、早速門松作りに入っていきたいと思います。皆さん楽しみにしていてくださいね。これはお正月用の竹の器、お花を飾る材料です。はい、それでは今回はこんなところで、バイバーイ。